リアクションで食わすしかないですね。おはようございます、釣り子 TV です。本日の動画はこちら。出たばかりのメガバスのメガドク180、これを使ってですね、千葉県の林優先さんから出船してですね、この時期のこの城パターンシーバス狙ってきましたよ。まずはこちらをご覧ください。仕入れてきました。おお、あー、いいね、大きさね。一番釣れそうだね、このサイズ感がね。そう、くるくる回るアイ。はい、待ちに待ったこれを投げ倒したい。今日のテーマ。あー、やばい、まだ返しを潰した。一番釣れそうな気がする。そうですね。ダイワの新しいアマペンみたいなやつもすごいいいみたいですけどね。あ、そう、うん、こうなんないのかね。あー、なるかもしれないですね。いいっすか。原さんのお店もペイペイバリバリ OK なんですね。バリバリ OK。 江戸川区にいる人間はなんかタックルベリーとかも30オフだとか、なんか原ちゃんが言ってました。このフラット、はい、このフラットって何でしたっけ。なんかディオのビッグバンですね。ああ、売ってたんすか。あれ気になるな。あ、内径ぴったりじゃと思ってよく考えずに、まあ買ってみようと思って。でもこっちの方が握りやすい、握りやすい。ああ、はい。これがヨロットはこの太さで。はい。あ、で、と白い透明の。で、フットが見える。こっち真上から。富士の新しいスレッド。透明ってやつを試しに巻いてみて、1、2、3、4、5、6、7、8、9個。原さんの8個でした。うん、ステンレス SIC ですもんね。原さんのもステン SIC ですもん。あとチタン SIC が選択肢とあるってことです。そう、SICS になったから本当にあえて取りたいとかしなくて、はい、チタン SIC でいっちゃえば。ここまでのやっぱりが本当に気を超絶してるようなものならやった方がいいかもしれない。ただこんだけ9個乗っけると、6060とほぼ変わんないぐらいになる。ただこっちはコルクにしたんで、トータルではこれが EVA よりやっぱり10何グラム軽く、全く同じ長さぐらいで、うん、だいぶグリップ周りは軽くなりましたね。だからトータルだとステンを乗っけたけど、いや、よくわかんないです。なんかいろいろパズルみたいになっちゃってて。お願いします。よし、あ、これ後ろにしよう。はーい、決めた。頑張る。須田さん絶対このスロースタートながら今日船中70匹とかを達成しちゃう。今日は勝つ、頑張ります。
今日も数えられるぐらい釣りたいです。4-3-4 フォーメーション。死ぬまで投げてます。死ぬまで投げてます。津田さんがもうお前が痛いって言われて死ねます。今日ゆうくんの分まで投げないと。死んだゆうくんの分。ゆうくんに今日お前月曜日いけるか。ゆうくんなんかおかしかったよね。はい、いや、そんないけるんだったら多分絶対自分から聞いてくると思うんですよね。こう全然季節が真冬に。冬ですねこれは。これ4511、あ、43か。結構しょえますね。うん。うん。わあ、これメガドック180俺。よっしゃー、来た。でっかいのが来ましたよ。ガバガバいってる、ガバガバいってる。あ、結構でかいっす。抜けないサイズ、抜けないサイズ。でかい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 。95ぐらい。87ぐらいあります。楽しいっすか。超楽しい。行っちゃう。やばい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 。カピカピになっちゃう。でかい。スーさんカワハギのうんこ食っちゃった。マジで。苦とか言う。マジで。なんだあの。なんだこれ。もう元気だなこれ。いや本当なんかサイズも良さげな感じに見えたんですけど。うん、でかい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 。あ、太い。これ腹パンパンっすよこれ。一人入れ食いが前方で行われてます。その流れをここの俺で分断してる感じです。このタイミングでミノーでもう2本だもんな。やばいな。あーすげー、満点止まらない。はい、下手したら雨っていう予報ですね。はい、強いな。
根沢さんやっぱ塗装強いっすね。根沢さん塗装強いね。うん。80に綺麗なフックスアクルつけたら大したもんだ。はい。ちょっとじゃあ上げといてください。はーい。うおー。やべえぞ今日俺は。死んじゃうのか。よっしゃ。これはやべえぞ。結構いそうなんですけどね。むずい。来い来い。よっしゃ。じゃもうリアクションで食わすしかないですね。おっしゃ、リアクションで食わした。リアクションで食わした。食わせだろ。はい。おめでとう。ありがとうございます。すげえすげえ。よっしゃ。あざーす。やったー。嬉しすぎる。はい、メガドック180来ました。朝一フィッシュやったー。ねえ、どうですか、綺麗な復古くん。新しく作ってきたメガドック180にいいんじゃないかなって、サイズの、竿でバッチリ。よし、じゃあ逃がしてあげます。よいしょ。で、ちょっと前回作った竿よりちょっと柔っこめの竿で来ました。じゃあ頑張ります。はい、というわけで帰ってきました。いやー、なんかね、足元で追っかけてきたと思って止めたらドバーって出てね、すごい気持ちよかったんですけども、今回使ったタックルはね、こんな感じで、コルクグリップでしょ。これね、今ね、いろいろお試しで作っているベイトロッドね、の、以前ね、ご紹介したやつより、幾分か曲がるようにして、前のがね、220サイズなんかが気持ちよく扱えるようにっていう風にね、組んだ竿で、こっちの竿はですね、まあ、こういった、160とか180っていうね、サイズのルアーが気持ちよくね、投げれるようにっていうことで今ねお試しでやってるんですけども、ステンレスのね SIC でねガイド組んでみてって、まあこれはねおいおいねまたご説明したいと思いますけども、今回ね、まあこれですね、メガドックの180、早速ね使ってきてみたんですけども、1日投げ倒してみて、分かったことというか感じたことなんですけども、220に比べてこう、なんていうか、水面から、なんだろう、離れたような、なんて言ったらいいのかな、こう、例えば、ぬめぬめと水面に、こう、食らいつくような、そんな感じが220だとしたら、こっちの180はですね、水面からこう、離れて離れて、なんていうかね、動画の中でも、剥離した動きなんていう風にね、言ってましたけども、ピチャ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 ってね、こうね、水面からすごいね、浮き上がったような、そういう感じのね、アクションが出しやすいルアーだなぁ、なんていう風に感じました。まだね、これ、例えばフックをちょっと大きくしたりすることによって、もうちょっとこう、水に絡みついたようなね、そういった動きになるんじゃないかなぁ、なんて思ったんですけども、とりあえずね、箱から開けてすぐ使い出した感じはね、このセッティングだとこうすごいね、ピャッピャッピャッってね、
なんだろう、水面から、水から離れたような動きっていうんですかね、使ってみるとね、あーって感じなんですけども、こう水落ちアクションっていうよりはこうね、水を弾いて弾いてこうパンパンってね飛んでいくようなね、そんな感じのアクションだなっていうのを、すごい感じました。まあこれによって220と180でね、出しどころとか、使うタイミングなんかもただのダウンサイジングじゃないんだなっていうのはすごい感じたんで、まあ、タイミングタイミングでね、投入していこうと思うんですけども、まあ今年はね、本当この白パターンがなかなか難しいな。去年なんかね、だいたいここら辺にこの白いるだろうなんてね、目星をつけておいて、したらね、いつ行ってもそこにはこの白がいて、そういうところでこういった、巨大プラグ投げてればね、なんとなく成立したんですけども、もうほんと今年はね、なんか神出鬼没だし、地合とかを一瞬逃すとね、あれあわや坊主かなっていうね、そんな釣りが続いているんで、そんな中でもね、これ魚をね、しっかりと追尾させて、でこう止めね、まあ止めのアクションっていうか、まあ止めってね、船べりで止めていたらもうたまらずガバーって感じで出たんで、非常にねポテンシャルを感じる、兆候でした。もう終盤も終盤ですかね。ただね、まだね、ああいうパターンやこういうパターン、いくつかね、この手のサイズのトップウォータープラグ、試してみたいタイミングがあるんで、チャンスがあればね、まだまだ投入していこうと思いますが、まずもってね、投げた感じは非常に投げやすい。あとね、アクションもしやすい。ね。なんだろう。自分の持ってる比較的多分強めの竿であればヘビーアクションとかね、そういった竿であれば結構投げれるんじゃないかなね。これの兄貴分の220サイズはちょっと専用タックルがいるかなみたいなね、そんな大きさ、ボリューム感、重さだったんですけども、こっちの180の方は比較的ね、フレキシブルにいろいろなね、竿で投げれるんじゃないかな、そんなところもね、使いやすかったななんていう風に感じました。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、出たばかりのですね、メガバスの機体のトップウォータープラグ、メガドック180、これでね、釣りをしたところいい感じでシーバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。